皆さんこんにちは、新谷正樹の中島です。本日私は奈良女子大学から歩いてすぐの場所にございます女性専用の賃貸アパートメゾン河合という物件にやってまいりました。こちら学生さん専用のお部屋となっておりまして、ご入居者の方は学生さんしかございおりません。こちらのお部屋はこのように約6畳の洋室となっておりまして、テレビやテーブル、ベッドなどを置いていただいてもですね、まだまだ、お部屋の広さとしても十分に、置くことのできる、そんなお部屋となっております。こちらのお部屋にはですね、このようにコートなどをかけることのできるハンガーラックもございまして、こちら傘も結構ございますので、使用用途に合わせて使っていただければと思います。こちらのお部屋、収納スペースはもちろんございます。こちらの扉を開けるとこのように、はい、奥行きのしっかりとした収納スペースがございますので、上にですね、お布団なども収納していただけると思いますし、衣装ケースなどを置いていただいて、こちらを衣装類など収納していただくと便利かと思います。そしてこちらエアコンももちろん1台設置されておりますので、ご安心ください。それではキッチンスペースをご紹介いたしましょう。キッチンスペースはこのようにとても広々としたキッチンスペースがございます。シンクはもちろん広々としておりますし、こちらまな板などを置いていただいて調理スペースとしてご活用いただけます。コンロも2口のガスコンロが設置されておりますので、最初にご準備の心配はございません。収納スペースも上とそして下にこのようにしっかりとございますので、キッチン用品もしっかりと収納できます。また冷蔵庫などを置いていただくとですね、いただくのでしたらこちらにコンセントがございますので、こちらに置いていただくととてもお料理もしやすいと思いますよ。そしてこちら女性専用ということで、とっても嬉しいのがお風呂とトイレが別なんですね。まずはお風呂、こちらバランス釜となっておりまして、お風呂、昔の追い炊きというような形になるんですが、追い炊き機能が設置されております。そしてこちらに、洗面スペースがございます。お手洗いはこちらこのようにございますので、ご安心ください。いかがでしたか？学生さん専用の賃貸アパート、気になるのはやっぱり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。